ふわー、腹減った。午前中に体力育成がある日は昼休みまでが長く感じるんだぞ。体力育成があってもなくてもお前は毎日腹減らしてるじゃん。あ？なんだ？食堂の壁際に人だかりができてるな。全国魔法師養成学校総合文化祭ボーカル&ダンスチャンピオンシップ出場メンバーオーディション。ああ、総合文化祭で行われる音楽発表会のことか。毎年テレビで放映されてたからたまに見てたけど、選抜メンバーってオーディションなんだ。来たれ、歌自慢、ダンス自慢、プロデビューのチャンスあり。全国の高校生の頂点に立つのは君だ。なお、大会で当校代表チームが優勝した場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。500万マドルを山分け。そうなんですよ、豪華でしょ。うわぁ、びっくりした。学園長、いつも思うけど急に出てくんのやめない？おや、失礼、脅かしているつもりはないんですが、このボーカル&ダンスチャンピオンシップに500万マドルもの賞金が出る理由、それはたくさんの企業がスポンサーとしてこの大会を支援しているからです。 VDC はそこいらの軽音部のコンテストとはわけが違う。優勝チームには様々な芸能事務所や音楽レーベルからデビューのオファーが殺到。一躍トップアーティストの仲間入りも夢ではありません。学園の名誉のみならず己の未来をかけた本気のミュージックバトルなんです。より多くの精鋭を集めるためにもご褒美は豪華でないとね。なるほど、スポンサーからすればここからマドル箱スターが生まれるなら500万マドルくらい安いもんってことね。500万マドルあれば一つ300マドルの高級ツナ缶がいっぱい買えるんだぞ。待て待て、賞金はチームメンバーで山分けだって書いてあるだろ。例えばチームが4人だとすると1人500割る4は125万マドル。300マドルのツナ缶なら4000個以上買える。ひゅー、4000個。なな、俺様この大会に出たいんだぞ。学校によっては合唱部や軽音部所属の生徒から代表を選ぶそうですが、我がナイトレイブンカレッジは全生徒からオーディションで代表を選びます。本気でぶつかり合って一番強いやつがてっぺんに立つってことっすね。もちろん本気の生徒は大会を見越して昨年から準備をしているとは思いますが、スターを夢見る権利はいつ誰にでもあるかと思いましてね。どうです、私優しいでしょ。在学生なら誰でもこのオーディションを受ける権利はありますよ。今年は誰が代表になるか楽しみですね。